は参加いただきありがとうございます。ちょっと準備運動をして始めようと思います。クリーンプロジェクト第2回目始まりました。今回はですね、2回目でパフォーマンスは初なので、ちょっとね、場所が急遽渓谷公園から天神中央公園に変わりました。で、街からゴミがどこにたどり着くかといったら結局川とか海なんですよね。なので、ビーチクリーンも大切なんですけど、意外と街中のゴミ拾いもすごい大切だっていうこともですね、皆さんに覚えておいていただけたら嬉しいなと思います。パフォーマンスもありますので、ぜひ楽しんでゴミ拾いをやっていきましょう。イエーイ。吸い殻が一番多いです。こうやってね、埋もれてるポリ系はちぎれちゃうので、海とか行くとめっちゃあるんですけど、もうね、果てしない、ほぼ取れないです、全部は。でも分解されないっていうのがこれを見るとよくわかります。なんかタバコって分解されますよね。そういうのがね、こう綿みたいにホワホワって、こういうホワホワってなっちゃうと、もう無限に広がっちゃうから、絶対に吸い殻に入れてください。携帯吸い殻とかね、結構可愛いのいっぱいあるんで。私にとってゴミ拾いは結構瞑想的なところなんですよ。なので、みんなでやると楽しいし、あといっぱい拾えるから嬉しいなって思うんですけど、なんか一人で黙々とやるのも意外と好きです。ゴミ拾いは私は、小学校の時のゴミ拾いがきっかけなんですけど、ビーチクリーンはよく一人で毎週やったりしてます。一時期やめていた時期ももちろんありました。一人で拾ったところで何にもならないなと思ったり、悪い子ぶりたい時期もあるじゃないですか。ペットボトルポイってなんか捨てたつもりで置いたこともあります。だけどそれをずっと永遠とやるわけにはいかないし、悪い、いいよりこう変化をし続けるっていうことにとても意味があると思うんですよね。悪いことしてましたっていう人もいいんですよ。で、お前この間まで吸い殻捨てとったやんみたいな人も、いやもう捨てるのやめたっちゃんって、もうかっこ悪いけどそういうのやめたって言って、でそれでとか言われてもいいじゃないですか。私はこうしてする人の方がかっこよくないなと思うし、自分が気持ちのいいことをやるっていうのは自分にとってもすごくいいことだと思います。意外と、今ちょっと20分ぐらいなんですけど、この袋いっぱいぐらいにはなりました。みんなで拾うと早いですね。絶対に人に伝えるっていうのも
の時代でもやめずにやっていきたいので、これを皮切りにどんどん世界に出ていけるようなパフォーマンスをしていきたいです。頑張りましょう。えいえい、おー、思ったよりゴミ多いっていうのと、好
隙間にみんなゴミ入れるっていうのがすごく分かって、その吸い殻が思った以上に多かった印象で、吸い殻ってなんかちっちゃいじゃないですか、袋にこんな入るんかなと思ったら意外と途中から重いっていうぐらいあったんで、ちょっとびっくりしました。いや、なんか着てみた感じ若い方が多い、なんか思ったより、なんか、あ、全然やっぱみんなゴミ拾いとかしなきゃいけないんだって思ってる人多いんだっていうのと、やっぱり一人でゴミ拾いするよりも視野が大人数で拾えるから、自分で目の前にあっても気づかなくても他の人が拾ってくれたり、やっぱり大人数でするメリットってそこだなって思いました。すごく楽しかったです。さきさん自身にファンがとても多いってことにすごくなんか素敵だなと思いました。やはり私自身ちょっと年齢が今年65歳で、こう横の関係っていうのとってもいいことだなと思います。もう素晴らしいです。めんどくさいって思うかもしれないけど、さきさんたちはその後にゴミ拾いではい終わりっていうのが多いと思うんですけど、その後に自分たちの見せ場もパフォーマンスしますよっていう、それを目当てでなんかちょっとゴミ拾いしてみようかなってしたら、あ、自分の心も洗われるし最後パフォーマンス見えてラッキーみたいな感じの勢いで、イベント行く感覚で来てもらえたらいいかなって思います。みんなでやっぱやるので、単純に気持ちいいっすよねっていうところは見ました。その一人でするってなると勇気いるけど、やっぱみんなで、集団になればできるっていうことの強さっていうのはあるなと思って、そんなにゴミ落ちてるんだっていうのも分かったし、あ、たまり前もやっぱ自分で、目についたら拾って覆うようにはなりました。ちょっとね、近くにゴミ箱がなかったらとかいうのもあるかもしれない、ちょっと持って行ってる場所があるならそれぐらいやったら自分でもできるなって思いました。もう若いですね、いいですね、かっこいい素敵です、なんか圧倒されましたね、なかなかこういうのを見る機会っていうのはないから皆さんに知ってほしいですね、パーソナルが見れてすごい楽しかったです。なかなかああいうの見る機会ないから、同じ目線っていうんですかで見るのってなかなかないから、すごいなってやっぱり思います。ダンサーさんってやっぱ動くなみたいな。スタジオジンクスというところでですね、インストラクターと、そして、同じ場所なんですけど、ノーグルーヴっていう、カフェとアパレルの経営をしております、シュリと申します。今回、これを見てくださっている方はゴミの現状だったりとかを知って、そしてパフォーマーとして そのエンタメの世界も知った状態だと思うので、ぜひ両方ともその理解というか、こういう現実があるっていうのを分かっていただいて、そこから行動するかどうかは多分個人それぞれの問題だと思うので、そこはもう行動しようと思った方はぜひ行動していただいて、我々のパフォーマンスのように気持ちを伝染させていってほしいなというところから思ってますので、ぜひ皆さんまず一歩動いてください